グスタフ・ロンバルトは、ドイツの軍人。第二次世界大戦中、武装親衛隊の隊員として戦った。最終階級は、親衛隊少将及び武装親衛隊少将。ブランデンブルク州クラインシュピーゲルベルクの生まれ。1906年に幼くして、父を失い、アメリカ合衆国の親戚ロンバード家に身を寄せた。在米中に、ミズーリ大学コロンビア校を卒業。 第一次世界大戦後にドイツへ帰国し、在米経験を活かしてアメリカンエキスプレスやクライスラーなど大手アメリカ企業のベルリン支社で働いた。国家社会主義ドイツ労働者等が政権を掌握した直後の1933年2月、同等に入党し、続いて5月には新英隊にも入隊した。第二次世界大戦勃発の際には、 第一東天国府騎兵連隊の中隊長として、ポーランド侵攻に従軍した。ヘルマン・フェーゲライン連隊長のもと、パルチザン活動家とされた住民の処刑を指揮した。さらにドックソ戦勃発直後には、連隊は旅団に昇格。彼も連隊長に昇進し、ブレストの東にあるピンスク・マルシェスに連隊を展開させ、ここでもユダヤ系住民の虐殺を行った。 フェーゲライン旅団長は1万1000人のユダヤ人の銃殺を報告している。その後、新鋭隊作戦本部へ移動したフェーゲラインの代理として第一東天コプ府騎兵旅団が解組された第 8SS 騎兵士団フロリアン・ガイエルの師団長となったが、間もなく戻ってきたフェーゲラインに師団長の座を譲った。1942年10月から12月にかけては、 第 29SS 武装的団兵士団、イタリア第九1943年4月から5月に、かけては再度、フロリアンガイエル、1944年8月から9月に、かけて、第 6SS 山岳士団、ノルト、1944年9月から10月にかけて、第 23SS 武装山岳士団、クロアチア第二、そして1944年10月から敗戦に、 かけては、第 31SS 義勇敵団兵士団、バチュカート多数の士団の士団朝食を渡り歩いた。1945年4月に、ソ連軍に降伏。裁判にかけられ1947年に、懲役25年の刑を受けた。西ドイツ首相、コンラート・アデナウアーによるソ連へのドイツ人捕虜の、釈放の働きかけがあり、この際にロンバルトも釈放された。その後、 西ドイツへ帰国し、ミュンヘンのアリアンツ社で働くとともに、キューブ送信営単位相互扶助協会の活動にも関与した。1992年、マハルドーフで97歳の長寿で死去している。ありがとうございます。